はい、どうもこんにちは、橋本ジュニです。今回はですね、こちらでございます。西山公園でね、夜のツツジ祭りに行ってきました。いかがでしょうか、夜のツツジ祭り。家族でね、ご飯を食べて、まあその後に、ね、行ってこようかということで行ってきたわけです。で、手元にね、一眼レフもあったんで、それ使って撮影をしてみました。どうでしょうか。まあ僕的にはね、これはこれでありじゃないかなと思ってます。まあ西山公園はね、桜が有名なんですけどね。で、この時期まあツツジ祭りがやってます。今回見に行ってきました。まあこの2枚ほどかな、お見せしましたけど、残りのね、撮った写真はブログの方にアップしたいなと思います。そのブログのね、URL も下の説明の欄のところに貼っとくので、また見てみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。